どうも、バスです。今回からね、原始人になれる、もう素晴らしいゲームをやっていきたいと思います。やっぱ今現代はね、やっぱネットワークがこうやって広がってるじゃないですか。やっぱそんなのは甘えですよね。やっぱ一度こう、原始人の生活に振り返ってみるのもまた素晴らしいものではないでしょうか。じゃあこういった設定は全てカットしていきます。すごい遡る。原始時代だったらやっぱ0年とか100年とか。おお、さらに、あ、そっか、そんなもんか。アホですね。紀元前1万年ですよ。発展0年だと思ってた。中央ヨーロッパ、文明もクソもない、これぐらいの時ですよね。ブーシュ、火起こしてんのかな。火をつけんのもライター勝ちじゃないですもんね。カーマ。しかし多くの忍者が遠くへ旅した。忍者は何なんだろう。俺たち種族的な感じなのかな。忍者の血となった。だが危険が訪れる。ウダム。肉を好む戦士。食人種族ってことかな。ハスカプーリッシュ。火を司るもの。ハスカプーリッシュ。火を司るもの。ラオカスクワーマ。しかし今光が見える。死んだれた忍者の兄弟たちだ。彼らは一人の強き魂と共にある。殺すを求め、私たちを見つけるために。俺は忍者なのかな、それともオロス、それとも火を司るもの。俺はこのおっちゃんなのかな。お、マンモス狩りだ、マンモス狩り。あれを狩れば、数日、いや、数日どころじゃないか、数ヶ月分の食料が。なんだ。あ、俺はこの目の前のおっちゃんじゃない、もしや。この槍を持ってる一人称の。おい、マンモスだ、マンモス。狩りてえな。うわぁ、ケツに刺して、この石の矢。森かな？槍か。やべえ、わかんねえ、わかんねえ、指示がわからん。どうしよう。さすがに単独行動。あ、タカール、私タカール、アイアムタカール。かっこいいこの人。大丈夫？なんかもう匂いバレてそうだけど。お、まるでしゃがみ。え、これ俺突撃したらどうなる。おれー、あ、やばい、やばいやばいやばい。さ、タルソさん、うわー、うー、え、生きてる、あ、生きてる生きてる、俺生きてる。あ、死ぬわ、そりゃそうだ。やっぱシーズにはちゃんと従わなきゃね。攻撃手段がわかんない。あ、ごめんなさい、ごめんごめんごめん。いた、え、タルソさん、タルソさん、来い来いって言ってるけどさ、あなた今俺のこと攻撃してるよ。ごめんって、ケツ刺したくなっちゃったんだって、ついつい。もう大丈夫？あ、ダメだ。やっぱ長いものには巻かれろっていう言葉がありますから、この人の指示には従わなきゃ。でもちょっと一発ケツに刺したぐらいでさね、そんな怒ることないじゃない。あやってもんよ、あや、行動のあやよ。おかげの至り、
小さいマンモスを見つけて群れから離す。バレてない？大丈夫？コマーモスか。どれだろう。はい。先輩、やりましょう。コマーモスはどれだ？いやー、ケツに刺したくなっちゃうな。もう何日も何も食べてない。マンモスを仕留めて食べなければみんな死ぬ。そうよね。命がけですよ。小さいマンモス、あれか。海人が火で怖がらせる。でも、みんな戦ってくれる？みんなずるくない？いけいけ、突撃だ。やれやれ。待って、なんか俺の体燃えてない？俺の体燃えてる。あっちあっちあっち。あっちっちあっちっち。俺だけなんか別の被害をこう持ってる。じゃあ俺は高みの見物ということで、みんな嫌でなんとかできそうだもん。おあこれで、あぶねで R にでしょ。あれ外した？いや刺さってるか。どっか行った。行くぞみんな。俺は何もしてないけど、みんなあれを仕留めて俺たちの村に繁栄よ。やばい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 、絶対狙われてる。みんなやれ、仕留めろ。ふりゃ聞いた？大丈夫？ちょっといやいやいや取らして。おーおーおー、大丈夫ですか？ごめんな、俺たちのためなんだ。ごめんごめん、お前に罪はねえよ。ただ俺たちの村のために仕方がなかったんだ。あ、かわいそうに。ごめんよ。敬意を払っている。あ、トラだ。待て、俺たちの食料だ。ツンツン。ああちょっと、ほら頑張れ。さすがに無理でしょ、食べる。あ、誰か知らない人。俺たちやれる？タカールやるしかない？でも逃げたら俺たちの村が。え、うわー、あたたたたた、痛い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 、ちょっと、おいだ、止まらないんだけど。上、うわー、てよマンモスの肉も食えねえし。あれ、タガタハン、タガハさんだっけ。死んだ、死んじゃった。いや生きてる、でももう致命傷だ。タガハさん、何これ、貝殻。オロスの大地を見つけるんだ。オロスの大地、タガハさん。でもさすがにこの傷じゃ、タガハさん悲しい。俺の先輩が、仲間についにいなくなっちゃったよ。あ、墓かな？高羽さん。ごめんな、愛着もあんまないけど。武器。オルセへようこそ。ふざけんなよ。そんな軽薄な。アルダー木材、足。と、なんか、岩が必要らしいですね。え？虎の声が聞こえる。この状況でいろいろ集めなきゃいけないのか。さすがにね、武器集めるまで襲ってこないよね。そんな甘えた世界ではないんだろうけど。R さん長押しでハイタービジョン。
カリ、トラさんは、トラさんは特にいなさそうですね。これが足と。で、岩は岩、これか。いやー、やっぱ現代社会がいかに甘えてるかが分かりますね。こんな過酷なんじゃ。弓をクラフト。これか。できました。でもなんかもう一個作れるっぽいよ。集めておいた方がいいんじゃない？これどこに石を使う要素があったんだ？石使わなくね？いいですね。でも足でこんなに。あれか。効率的に狩るには、ゆっくり近づいて、狩れってことだよね。任せな。虎さんがね、めちゃめちゃ近くにいる気がするんだよね。あのツタの上かなんかにいるんじゃないかな。行きます。ピシッ。ドイツだ。ドイツか。ドイツかわからん。あ、ごめんなさい。悪いな。ヤギを3体狩るのね。わあ。俺は本当は殺したくないんだが。そんな。生？今生で食ったよね、この人。野生だな。そりゃ野生か。そりゃ野生だわ。ヘッドショットは。すまんな。今ヘッドショットに当たったからすげえ怪しかったけど。当たったっぽいっすね。よし。安全な場所。やっぱサバイバルは大変だね。あ、バックパックに入るのがもうあとちょっとらしい。そうだよね。バックパックなんかねえもんな。ここに泊まれんのかな。よいしょ。よいしょ。あ、ここか。なんか、都合よく焚き火がある。いやー、今日は。てか、こんなヤギいっぱい捕まえられるなら、別にイノシシじゃねえ、マンモス捕まえる必要なかったんじゃない？ヤギで十分じゃないか。よほどでかい村なのかね。じゃあ今日は肉焼いて。でも生肉食うから焼く必要ねえのか。この時代だと生肉食っても腹壊さねえのかな。いや、忍者が出した、忍者が作ったものだ。でも私も矢持ってるよ。忍者の後を追っておけばオロスにもたどり着けるかもしれない。え、まだ夜だよ。梱包クラフトが可能になった。これか。なんだこれ、サウスロックの粉。アップグレードとかできんだね。じゃあこれを松明にして。なんだこれ、石か。さすがですね、現代にはない、現代にはないクラフトスキルだ。熱っ、あっちちちちち、なんか体燃えてない？俺沈下したようだね。ウィンジャの足跡はどこだ？ あっちかさっきからずーっとね、ゴアストロダゴア、おー、さっきからずっと虎の声がね聞こえて怖いんだよね。ワルオラゴ
狼？どこだ狼？狼さんいた。ほらブンブン。ほらほらほら。俺は火を持ってんだぞ。ほらほらほら。ザ子供か。ちょっと待って怖い。地味に。待ってめちゃめちゃ囲まれてない？ブラブラ。いいのか？お前ら燃えるぞ。なんかね、微妙な距離を保ってきてるこいつ。ちょっと待ってよ。俺は先行きたいだけなんだって。よいしょ。よし。足りげなく俺の命を狙おうと。いやでもちょっと怖いな。この火が消えた瞬間に。結構なんか、あれもしかしてこの火って、時間制限ある？燃え尽きたら終わりみたいな。可燃物があれば燃やせる。それは知ってる。さっきから俺は燃やし続けているよ。すべてを。よいしょ。これもう、あれ？これは痕跡か、ただの。愛がまだ暖かい。ウィンジャーが違う。なんかまた燃えた俺。あ、水か。ジャンプ。これ消えた？お、武器ホイールで変化できる。お、いいですね。よかった。いちいち焚き火のとこ行かなくても。燃やせるんだね。でも、虎はきっと、これを。あ、コウモリだ、コウモリ。あ、待って、今いたよ、ウィンジャー。ウィンジャーかな。多分、ウィンジャー。これで、お、絵があるぞ。これで傷癒したようだ。いや、さっきいたよ、ウィンジャー。あれ、ウィンジャーじゃないの？ウィンジャーさーん。なんだ？血痕があるぞ、血痕が。見えない。血痕が。血痕調べらんない。うわ、え、あれはサーベルタイガー、サーベルタイガーのようですね。わあ。あ、あらまあ。まあまあやられてから時間が経ってるようですね。こんにちは、ウィンジャーさん。ハロー。ちょ。敵言わない。待って、後ろ、後ろ。ちょ、シンプルな、後ろ。ウィンちゃん、後ろ。おらおらおら。どうするこの人守るべき。おらおら。火を恐れる。獣だろ。あ、おら。よいしょ。どうしよう。全然恐れないよ。この人、全然恐れない。早く、早く行けよ。うおお、こいつ来れない？もしや。背向けるな。最後まで背を向けるんじゃない。怖えよ。この人助けたけど、言葉通じるかな？言葉通じるわ。初めてのお仲間かもしれない。全然タイプじゃないけど。オロス。ここがオロスか。ここがオロス。まあ、環境的にはそんな変わったような感じしないけど。お、祈らなきゃいけない。そうだよ。ウィンジャーだよ。な、オロスピ？全然タイプじゃねえ。サシワリムシャラン、タカールハサン。どうもタカールです。なんかちょっと待って、この人の待って、この人のあの持っているネックレスが終わってるんですけど。仲良くなれねえなこの人。ウダムの耳。やだこの人。こう、相変わらずだ。
ちょっとこの人とは仲良くできないかな。俺たち貝殻を愛する種族だからさ、ちょっと耳は愛せないね。カオア、アハトラ、ワマ。いやダメだこの人この人と一緒に生活できないよ俺。ワマ。すごい強引だし。